皆さんこんにちは。ワンアップトレーナーの小竹です。本日は今までしっかりと登場していなかった国立店の千葉トレーナーが何かですね、一つ皆さんにいいことをご紹介してくれるということですので、早速千葉トレーナーを訪ねてみたいと思います。今まで一回ちらっとちょっと映りましたけどね、しっかりと皆さんに何かをレクチャーしてくれるのは初めてかもしれません。ちょっと今トレーニングをしているということですので、ちょっと見ていきましょう。あ、どうもこんにちは。わざとらしいな。さあ皆さん、千葉トレーナーです。イエーイ。じゃあマイキー、ちょっと自己紹介をお願いします。はい。はい、皆さん、はじめまして、ワンアップパーソナルトレーナーの千葉マイケル真嗣です。皆さんからは、マイキーと呼ばれています。へぇー。フィリピンハーフで、ちょっと待って、なんで息切れてるの？ちょっと、何回もやってたんで。なるほどね。待ってました。なるほどね。フィリピンとの何ですか？フィリピンとのハーフで、トカゲを飼ってます。トカゲはどんな感じで？トカゲはちょっとこんな感じですね。かわいいですね。かわいいですね。はい。ちょっとこれから皆さんに、ちょっと素敵な情報を、お伝えしていきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい。お願いします。はい、それでは。え？ジャンプする。あ、ジャンプしたので今ね。はい、じゃあもう一回お願いしていいですか？はい。せーの。はい。はい、それでは。私マイキーが、皆さんに、ご紹介するのは、腰痛に悩まされている方のための、椅子でできるストレッチ方法です。で、これからストレッチをするんですが、大事なことが3つあります。まずはしっかりと呼吸をすること、でフォームをこれからお伝えするんですが、そのフォームを維持させること、あとは、強度ですね。触れたりちょっと痛すぎたりすると逆効果になってしまうので、その3つを、気をつけてやっていきましょう。千葉トレーナー、これは椅子を使ってやるということは、はいはい、まあ、皆さんはデスクワークの時とかにもできるっていう感じでいいですか？そうですね、デスクワーク中にもできるし、ちょっと、仕事前にほぐしてからっていうやり方でもできます。なるほど、はい、わかりました。はい、ではよろしくお願いします。はい、ではまず椅子に座って、ストレッチする前に一旦こう股関節を、ほぐしていきたいので、まずは片足ずつ前に出して、内側外側にこう、揺らしていきます。もうただ揺らすだけでいいです。これは、まずこの股関節ですね、ここをしっかりとほぐしていくイメージで、はい、温めるっていう意味もあります。はい、この速さは、これくらいにしたり、少しぐーっと、絞ってから脱力するっていうやり方もあります。はい、時間があればどっちもやった方がいいです。はい、これも同じようにやっていきましょう。そうですね、こうかかとを軸にして左右に振っていきます。なるほど、はい、でこれで、温めたとしたら、最初腰痛の、一番の原因としては、まあ、腰の筋肉が張るっていうこともあるんですが、まあ、そもそもの原因としては足の筋肉が固まってしまって、骨盤の動きが悪くなって、結果的に腰に来てしまうっていうことがあるので、まずはこの足周りをしっかりと、ストレッチしていきましょう。前回小竹トレーナーが、健康的なデスクワークの過ごし方を、ここら辺にちょっと載せるので、そこに、過ごし方は載ってるので、それを見てください。ありがとうございます。はい、で、ストレッチはこれからお見せしますので、はい、やっていきましょう。まず、足、もも裏から行います。先ほどと同様に片足を前に出していただいて、胸を張ります。そして、骨盤を立てる。お尻を後ろに引くイメージですね。はい、こうではなくこっちで、はい、でその状態から、そのフォームを崩さず
前に倒すだけです。はい。そうすると、もも裏が、伸ばされているような感覚になります。この時に、震えてしまったりする場合は、ちょっと強すぎるので、少し状態を戻しましょう。はい。これはやっぱり伸ばしている方の足はしっかりと膝を曲げないということが大事だったりしますか？はい、これは膝を曲げないこともありますし、伸ばす場合もあります。で、伸ばす時に、よくあるのが、ふくらはぎが伸びちゃうっていう人もいるので、そういう場合は少し曲げた方がいいです。なるほど。はい。で、できそうな人は、伸ばして行います。はい。はい。で、ちょっとやってみましょう。ちょっとちょっとやってみましょう。ちょっとね。はい。はい、私はちょっと、曲げてますね。で、これ、どの種目でも、基本的には、できれば20秒から30秒、しっかりと静止してあげてください。はい。で、これを2、3、3から多くて5セット、やってあげると、だいぶ楽になります。もも前です。もも前は、少し、半分、お尻を外に出してもらって、そこから、足を持ちます。それからぐーっと後ろに引いていきましょう。まあ、なんかすごい宙に浮いてるように見えるよ。本当ですか。うん、こう自分が浮いてる感じをイメージしながらやってみると。これパクるな。はい。ですね。今日はちょっと尺の都合上2種目しか。できなかったんですが、これをしっかりと20秒から30秒呼吸も忘れずにフォームを維持して痛くない範囲で痛気持ちいい範囲でやっていきましょう。ありがとうございました。はい、今日紹介できなかった種目、ぜひまた皆さんに紹介してもらってもよろしいですか？はい、はい、またぜひお願いします。はい、じゃあ、はい、締めの一言お願いします。バイ、マイキー。